白鳩食品工業株式会社は、大阪府森口市に本社を置く食品会社。さつまいも菓子チェーン店のお芋さんのお店らポッポ、芋所お茶芋にや、たこ焼きチェーン店のたこ家道頓堀くくるなどを経営している。1947年、大阪市天皇塾にて、アイスクリームメーカーとして創業。夏は、 自社ブランドのアイスクリームを大阪市内の映画館や駄菓子屋などに卸し販売し、売り上げが非常に好調であったが、当時の一般家庭には冷凍庫などがなく、毎年冬に売り上げ不振に陥っていた。冬の間は、その急場をしのぐため、餅やシュークリームの製造販売を行ったり、せんべいの仕入れ販売、時には山陽電機のテレビ真空管のハンダ付けの、 下請け作業までしていた。1970年になって、スイートポテトを販売するようになると、陶器の売り上げが安定。大阪では、江戸時代に、このようの好むもの、芝居上ルリり芋タコ南京という川柳が読まれたように、昔から女性の三大好物として、芋、タコ、南京が歌われている。以降、スイートポテトをはじめ、芋、タコ、 南京に特化した食品メーカーとして事業の軸足を移す。1975年に販売を開始した中華ポテトは大阪周辺では大学芋という呼び方よりも親しまれるほどになった。1980年代より芋、タコ、南京のブランド化を図り、タコ家道頓堀くくるやお芋産のお店らポッポなどを有名百貨店や大手鉄道会社駅中に出店をし始める。 たこ焼きに関しては、1973年に、赤市周辺にしかなかった鶏卵を豊富に使ったタイプのものを白ハトイン、赤市焼きとして発売し、1976年には通常のたこ焼き販売も開始した。2016年3月現在国内100店舗、海外7店舗を展開している。たこ家道頓堀くくるに関するカテゴリー、ありがとうございます。